中国共産党が我が日本国の領土領海を侵犯している、侵略している、そしてそれを拡大するがための軍隊を組織し軍事訓練までしている、このような国家の元首を日本国に国賓として招くということは何たることでしょうか。安倍晋三首相の意図とするものは何でしょうか。まさに売国、亡国の政権に過ぎません。他に日本を侵略侵犯している国家元首を国賓として招く理由はどこにあるのでしょうか。これに賛成している国会議員諸君はまさに中国共産党の毒まんじゅうを食らった者とも、毒まんじゅうを食らった輩ではないでしょうか。皆さん、もちろん国際関係の中でそれぞれの国の元首が、行政府の代表が、政府機関の代表が話し合う、会談を持つ、これは大切なことです。大いにやるべきです。しかるに日本を侵略している国家元首を日本に国賓として招いてはならないのです。